フランシスコ・アンドレス・シルバー・ガハルドは、チリバル・パライソ州、キジョタ出身のプロサッカー選手。チリ代表。ポジションは、ミッドフィールダー。2000年、14歳で、ウニベルシダ・カトリカのユースチームに入団。2005年、レンタル先のデポルテス・オバジェで、プロデビュー。カトリカ復帰後はレギュラーを獲得した。2010年夏、US レッチェ遺跡が、目前に迫っていると報じられたが、 EU 圏外枠の関係で契約には至らなかった。2013年1月、ラリーガの CA オサスナに6月までの契約で、レンタル移籍2月のセルタデビュー5戦で加入後初出場。3月のレアルベティス戦で、初ゴール。6月、オサスナは買取オプションを行使した。移籍金は120万ユーロ。2014年8月、クラブブルッヘに 買い取りオプション付きのレンタルで加入。2015年7月、チアパス FC に移籍。2011年1月に行われたアメリカ代表との試合でチリ代表デビュー。コパアメリカ2015では当初、メンバー入りしていなかったが、エドソンプッチの不傷離脱に伴い追加召集された。コパアメリカセンテナリオ決勝では5番目のキッカーとして、PK を成功させ、 同大会優勝に貢献した。ありがとうございます。